こんにちは。整体ニコニコスタイルです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みのあなたに改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで今日はたった10秒で足がスッキリする足の指ストレッチについてお伝えしたいと思います。で前回ちょっと3分かかるということで、まあちょっと時間かかるやつをお伝えしたんですけど、今日はまとめてごそっとですね、さらにスッキリさせる、10秒で楽にする方法についてお伝えしたいと思います。で、今日お伝えする内容は、ちょっと足でやる前に手で説明すると、この足の指だ、これが足だとしました。足の指にこう、手をこういう風に入れていただいて、それでこう、ストレッチする方法になります。で、これをやっていただくことでですね、まとまったと言いますか、その、大きな疲れですね。大きな足の疲れ、足の指の疲れをスッとですね、取ることができます。で、これをやった上で、さらに、前回やりました、細かくですね、足の指のストレッチをやっていただくと、さらに効果が出ますし、で、そのさらに細かくやった後に全体を鳴らしたいので、そういう形で、このまた全体のをやっていただくとですね、よりそのスッキリした感じが長持ちして、足が疲れなくなっていきますし、しっかりこの関節が、足の指の関節が動くことによって、日常で、疲れにくくなっていきますので、スッキリした状態が長持ちしますので、ぜひやっていただいたらと思います。ということで、ちょっとやり方簡単に説明しますと、まず足が、これが足の指だとしたら、ここに手、これが足だとしたら、ここに手をこういう風にやって、足のこの関節に指を、こういう風に入れてあげます。これだけでも、この足のこの指と指の間ですね、この関節がですね、開かれる状態になります。で、手でもわかるように、手の指もこういう風に、ここまで骨が続いてます。ここも、ここまで骨が続いてます。で、実は手っていうのは、この指のここだけじゃなくて、この中も実はここが、手の甲のここですけど、ここも指がですね、分かれている状態になります。で、模型で言うと、ですね、こう手があるんですけども、こういう手ですよね。で、この手の指の、ここの部分ですよね。このカエルの水かきみたいな、ここですね。ここは、ちょうどここまでになります。このラインまでになります。ですけど、その中ですね、ここも実は分かれています。で、ここは中手骨っていう、専門的には言うんですけども、手の中の骨ですね。で、ここが、ちょうど、ここのとこになります。ですから、ここは実はこう分かれています。ですので、ここに指をこう入れることによって、しっかりですね、この指の機能がここまで届くと。どうしても、まあ、ここまでしか見えないので、ここで指が終わりというふうな使い方になってしまいますと、ここがですね、全然、閉じちゃってて、この指、ここら辺が全然動かなくなってしまうんですね。そうしますと、足が、疲れやすくなる。足全体も疲れやすくなりますし、それの、ここが疲れやすくなると、どうしても足の指ですね、ここもやっぱりですね、血液と行きにくくなりますので、疲れやすいという状態になりますので、しっかりこの中まで、ストレッチをしたいわけです。ここ指分かれてますので。なんで足も一緒ですね。足も、大変ですね。足もこんな風になってます。で、足もここですね、分かれてますよね。で、指自体はここまでなんです。足の指もここまでで、ここはですね、足の甲になっている部分なんですね。ですから、見た目としてはここまでしか指は見えてないんですけども、実はこの中まで指があるので、ここをですね、ストレッチするんですね。そうしますと、より、足が、ここから動くようになりますから。で、ここもしっかり動く、体重を支えている時も、実はこういうところは動き続けなきゃいけない場所なんで、そこを今日はストレッチしましょうと。というか、足の指というか、もう足の中の指みたいなね。もう足の甲のストレッチと言ってもいいですね。いうストレッチについてお伝えしたいと思います。はい。では、ちょっと下を向けます。で、今言ったように、ストレッチしたい場所は、ここの、指ここにありますね。指、見えますか？指がここにあって、指の、こう中です。ここです。ここをストレッチ。足の甲、ここです。ここをストレッチさせてあげて。甲の前側ですね。で、やり方は、こういうふうに座っていただきまして、
足をこういうふうに乗せてください。で、指ですね、指を手ですね、手の指をこういうふうに指と指の間にこう入れていきます。で、結構硬い人はこれがまず入らないんで、無理しないでください。痛かったら無理しないで、先っちょだけでもいいです。先の方だけでもいいんで入れてください。これだけでも結構硬い人は痛いですから無理しないでください。で、できる人はもう指のね、手のこの指の根っこですね、根っこまで入れていただいて、さらにこの足の指の一番付け根ですね、ここまでしっかり当たるように、こうなんか手をこうもぞもぞしながらですね、足もこうもぞもぞしながら入れていってみてください。もぞもぞしながら入れていってみてください。で、まずはここまででも十分この指と指の間が開きますから、骨が開くんで、当然骨が開くということはそこについている筋肉も開いて緩んできますので、これだけでも結構気持ちいいです。だからまずこのもぞもぞをして、もぞもぞもぞってしながらですね、指を入れていってください。で、もぞもぞもぞとして結構入るようになってきたら、しっかりこの関節ぐらいまで入れる、根元まで入れるようになってきたら、そこからですね、こういう風な形ですね、ここの根元ですね、ここをこういう風に動かしてあげます。まずここですね、この指の一番付け根の部分ですね、ここの部分ですね、見えますかね、ですね、ここのですね、ここまで指のあるところまで、ここで曲げてあげます。で、次にこの次にここに関節がありますよね、この最初はここですね、足のここまででこう曲げ曲げしてあげて、で、次にここです、ここにも関節が実はありますね、ここも曲げ曲げしてあげるというストレッチになります。なのでやりますと、座った状態でまずもぞもぞしながら入れてあげて、で、まずこの一番指の根元のところです、ここでこういうふうに曲げ曲げしてあげます。で、この時に手だけでこうやりますと、ここ無理かかっちゃいますので、できるだけこの、肘から上でここを使うような形でこういうふうに動かしてください。これも無理にこう動かさない、手が入ってますからそんなに動かないと思いますので、ほんで次にここら辺なんかホコッとしたところがあると思います。ここまでが大体関節の位置になってますので、この足の甲のこの辺、真ん中ら辺にボコッとしたところね、ありますので、そこまでをこういうふうにちょっと曲げ曲げしてあげる感じですね。ここはあまり曲がらないです、ちょっとこう押さえてもいいと思うんで、はい、いう形ですね。まあ、5回から10回やっていただきますといいです。で、これで立ちますと、もうさっき足の指だけじゃなくて、足の、まあ、土踏まずのこの辺ぐらいまで、この辺ぐらいまでがなんかすっきりしてペターっとした感じがすると思います。で、してない方はなんか硬い感じですね。で、なんか重たい感じがすると思いますので、これまたやっていただきますと、指からさらにこう根元まで楽になっていきますので、楽しみながら、気持ちいいなとか思いながらやっていただくといいと思います。ただこれはちょっと指硬い人ですね、はちょっと最初痛いですから、無理せずやってください。まずは指入れるところから。最初の結構硬い人だと、指こう根元まで入るまでに、まあちょっと1週間とか2週間とか、場合によっては何ヶ月単位でかかる人もいると思うので、無理せず入れるようにしてください。まあ、入れるだけでも相当いい状態になりますので、で、ちょっと慣れてきた人はそこからしっかり入るようになってきたら、こういうふうに曲げ曲げしてあげると。いきなり曲げ曲げ、指だけでしたらね、指痛めることにもなりますので、そこだけちょっと注意しながらやってみてください。ということで今日は、10秒で足の指がですね、楽になる、軽くなるストレッチについてお届けしました。慣れましたらこれ10秒でできますので、やってみてください。ということで、本日もどうもご覧いただきありがとうございました。